私はですね、読売新聞社の記者でして、文化部で将棋とか囲碁を20数年担当しました。そして12年前に定年退職しまして、その後は日本にある囲碁将棋チャンネルというところで番組に出て、将棋の情報番組のキャスターをやっています。アイデアといいますかね、1990年に、第3期の竜王戦で初めて、ドイツのフランクフルトで海外対局をやったんですけれど、その時はちょうどフランクフルトで、ブックフェアをやってまして、その日本年だったんですね。そして読売新聞社が何か文化的なものを出品してくれないかということを言われまして、で考えた結果、将棋というものを出品しようと。で日本ではね、他に書道とか、歌舞伎とかですね、能とかいろんな芸能を出したんですが、読売新聞社は将棋を出品したんですね。それが海外対局の始まりだったんです。その将棋がね、好評だったことと、でちょうど読売新聞がヨーロッパとかあるいはアジアとかに衛星を使ってね、新聞を外国で発行する、そういう時期にちょうど当たっていたんで、読売新聞の PR 的な要素もあって、そのフランクフルトの対局を契機に毎年行われるようになったんですね。で私がずっと担当して、いろいろセッティングとか、本番の時とかね、みんな私がやっていました。羽生竜王、谷川挑戦者、羽生谷川という、今日もね、いました。クラシック伝統的な、クラシックな羽生がね、羽生さんがまだ20歳でしたね。竜王戦に関しては、全て読売新聞が 100% スポンサーなんです。で将棋はね、日本人の間で人気のあるゲームなので、読売がね、それをお金を払うことに関してね、プラスがあると思ってるから、それだけのお金を出して載せてるわけですね。ただね、海外対局なんかやる場合はやはり経費がかかりますから、航空会社とタイアップして航空運賃の、ね、割引をお願いしたりとか、そういうことは多少はやっています。でそれはね、むしろ読売新聞が積極的にインターネットで中継してるんです。それはむしろ読者サービスということで、そして読売新聞が竜王戦やってるということは一つのステータスみたいにもなってて、だから読売新聞取ってなくてね、インターネットで見てるという人も多いと思いますけれど、それはそれで構わないという、そういう考えですね。ただね、ちょっと新聞社によって考えが違っていて、例えば毎日新聞なんかはインターネットで中継してますけれど、それは料金を取っているんですね。読売新聞などは料金取ってないんです。新聞社によって多少いろいろ考えが違っています。僕はね、将棋のね、キャスターやってるんで、あんまり将棋やってね、負けると具合悪いんであんまりやりませんが、やっぱり好きなのは飛車ですね。やっぱり飛車強いからですね。で最近はね、パソコンでよくやります、ゲームは。